皆さんこんにちは、水中家庭教師です。本日の動画はバタフライの腕がバラッバラになってしまう方に向けた内容です。こんな感じのバタフライ、お子様に多いですかね。かくいう僕も昔はこのスタイルでした。反則ギリギリです。なぜ腕がバラバラになってしまうのか。呼吸したいからです。できるだけ早くたくさん呼吸しようとして、頭を上げるタイミングも早くなるとこうなります。頭が上がり、背中が反り、下半身が下がることで指先の位置が水面から深くなってしまいます。それを必死に水上に出そうとするあまり、腕を高い位置に上げてリカバリーさせようとしますが、両腕をいっぺんに上から戻そうとしても肩が回りません。肩が柔らかいならなんとかなりますが、硬い場合そうはいきません。そんな状態でも片方ずつならなんとか腕を戻せるので、バラバラスタイルになってしまうのです。腕が水を引きずりたくないからです。呼吸ができていても腕が水を引きずることを過剰に気にすると、水上に指先を出して腕を回そうとします。できる限り腕を高くしたい。これもまた同じ結果になりやすいです。それぞれの対策、呼吸最優先という考え方をやめる。人間、呼吸しなきゃと思うと頭の位置を必要以上に上げてしまうものです。それは呼吸することの優先順位が高いせい。なぜ呼吸への優先順位が高いのかというと、苦しいからです。というか呼吸しないと死んでしまうからです。陸上で普通に生活してたら、水の中みたいに呼吸を制限されるなんてことはないですよね。自由に呼吸できるのが当たり前の中、水に入った途端いきなり呼吸を制限されたら、普通なら結構怖い。できる時には多めに空気を吸っておきたい、そう考えても仕方ないと思います。なのでまずは呼吸の優先順位を下げてあげましょう。呼吸しなくても泳ぎきれる距離から練習を開始してください。呼吸も混ぜて練習するのなら、頭を上げるタイミングを遅くすることを意識してください。頭が水上に出ている時間が長いと体は沈んでいきますので、腕を動かすより先に頭を上げないように注意しましょう。そして呼吸のたびに頭を大きく上下させないでください。頭全体が出なくても口が水上に出れば呼吸はできます。顎の上げ下げを意識してもらえれば十分です。まあとはいえ、いきなりバタフライで水面近くで呼吸するのは怖いと思います。そういう場合は平泳ぎで顎を水面につけたまま呼吸したり、同じようにビート板キックで顎を水面につけたまま呼吸をしてみましょう。鳴らす動作は何でも結構ですので、呼吸で顔全体を出す癖を消す練習をしてからバタフライに再チャレンジしてみてください。腕を無理なく前に戻す。リカバリーで肩が疲れている感触があるのなら、それは指先を上げすぎています。腕を前に戻す動作で肩が疲れない高さを探してみてください。まず陸上で高さを確認し、それを水中練習の時に再現できるようにしていきましょう。呼吸をしていない時でも両腕がバラバラになってしまう場合は、肩の位置を高く、指先を低くと意識してリカバリーさせます。最初は腕が水を引きずっても構いません。体を水上に上げるには浮力という力を使う必要がある、というかこれはどこかで言った記憶があるな。体を水上に上げること、腕を前に戻すこと、別々で練習することをお勧めします。はい、ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をいただけると今後の動画制作の励みになりますので、ぜひお願いいたします。あと個人レッスンをやってます。この動画の概要欄の方にリンク貼っ付けておきますので、ご興味のある方はぜひそちらから、いつでも暇してますのでお待ちしてます。よろしくお願いします。はい。